石川警察署い、地それ域では課。スタートしてまいりあ、ます。あ、はごめんなさい。い、本日もスタートいたしました。石川警察署セーフアドバンスのコーナーです。はい、ちょっとミスってしまいましたいね。えいえ、私の方ちょっと BGM の方に注意を捉えておりました。失礼いたしました。ははい、い、よろしといでうすことか。で本日もよろしくお願いいたします。はい、はい、石川警察署地域課銀行番署長の浅田と言います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいはい。たします。今日はどんなお話をはしてくださいい、ますでし本ょう日か。はですね、2つのことについて、お話しさせていただきたいと思います。まず1つ目は飲酒運転防止について、2つ目は特殊詐欺についてです。よろしくお願いします。はい、よろしくおは願い。いいたします。それでは1つ目の飲酒運転についてはい。教えてください。沖縄県内ではですね、飲酒運転で検挙される違反者が現在も後を絶ちません。FM うるまさんの計らいで飲酒運転根絶を呼びかけていますけれども、今回も改めて飲酒運転についてお話しさせてください。飲酒運転による人身事故を起こした場合、罰金、賠償金、免許取り消しや信頼の失失、仕事や財産を失うだけではなく、幸せな家庭を失うことになります。今回は飲酒運転の中でもですね、二日酔い運転について説明させてもらいます。飲酒後、アルコールが体内から抜ける時間は、例えばビール 500ml、泡盛 100ml、酎ハイ 350ml をそれぞれ1単位として体内からアルコールが抜けるのに約4時間かかります。はい、これはあくまでやっぱ一単位ということで、ビールも青森もチューハイもそれぞれ濃度が異なるものはありますのそうでね、そういでうのも考えていただいて、すね。まあ、あくまで一つの単位として目安として、500ミリリットル、青森100ミリリットル、チューハイは350ミリリットルが、1単位として、アルコール抜けるのに約4時間かかるとそういうですことでね。すね。で、お酒を飲んで翌朝出勤や職場へのこの通勤で車両を運転する場合、この前の日のこの飲酒量、体から抜けるのを考える時間を考えて、飲酒量を考えて飲酒することが大事なんですね。そうなんですね。まあ、例えば、まあ、飲酒後8時間寝た後に車両を運転することが考えられる場合には、先ほど説明させていただいたアルコールごとの単位の換算で2単位以上が飲酒しますと、体内にはまだアルコールが残っていることになるので、2日酔い運転の飲酒運転で検挙される可能性が高くなります。まあ、2日酔い運転を行わないためにもですね、翌朝車を運転する場合は飲酒量を十分に考えた飲酒に心がけて、2日酔い運転に注意をしていただきたいと思います。まあ、飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転に分かれますけれども、酒酔い運転は免許の取り消し、罰則5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は呼気1リットルについて0.15ミリグラム以上、まあ、これは基本値ですけども、これが免許の停止90日、0.25ミリグラム以上は免許の取り消し、結果期間2か年ですね。で、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に課されることになります。はい。よく分かりました。沖縄という土地柄、仕事に必そうず、ですね。通勤手段として車が必要だったり、もしくは車両を運転したりとかっていうお仕事をされてらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、やはりこの20歳を超えてお酒を飲めるような年齢になると、皆さんそれぞれお仕事についてることも多いでしょうしそうね。はい、ラジオ沖縄リスナーの皆さんも、もう十分このもちろん飲酒運転もそうなんですけど、二日酔いのこの二日酔い運転にも気をつけていただきたいよとろし思くお願いいしまます。す。さて、それでは続いて特殊詐欺についてですね。はい、佐藤さんよろしくお願いします。まあ、これにつきましても、まあ、飲酒運転同様にですね、まあ、全国的に特殊詐欺の被害も後を絶ちません。まあ、手口別に見てもですね、架空請求詐欺、オレオレ詐欺、還付金詐欺、融資保証詐欺などがあります。まあ、よく皆さんテレビでお聞きになると思うんですけども、まあ、地域の皆さんは身に覚えのない電話やメールにはですね、まず相手の指示には従わない、何も個人情報は教えない、そして、身に覚えない金額を請求されても支払わない、
そしてまず周りの方に相談するなど、防犯意識として日頃から徹底してほしいと思います。まあ、特徴としましては、情報サイトの閲覧料金としてAmazon ギフト券などを購入させる手口が現在も多発している状況です。不審な料金請求や不審な電話に対しては慌てて対応することなく、まず周りの家族か警察に相談していただきたいと思います。県内では情報サイト閲覧料金としてAmazon ギフト券などを購入させる手口が多いということですね。はい、そうなんですね。まあ、これは以前にもここのスタジオの方で紹介させていただいたんですけども、現在同じ手口が後を絶ちませんので、再度情報として提供してやっています。まあ、注意喚起として呼びかけていきますけども、本日も前回同様ですね、同じような事例なんですけども、県内ではまあネット通販大手アマゾンの電子マネー約95万円を騙し取られる架空請求詐欺が過去に発生しています。まあ、事件の概要としては、被害男性のもとに住所、氏名、電話番号などが記され、インターネットの利用料金の未納や、いわゆる退会料金ですね、これを請求されて、払わなければ直接家に行くという命令が届きます。まあ、それを見てやっぱり被害の男性は料金の支払いを回避するためにAmazonのギフト券を購入すれば家まで行かないという内容を信じてしまって、複数回にわたってコンビニでAmazonギフト券を総額約95万円分を購入して、ギフト券番号をメールで伝えてしまって被害に遭ったという内容ですね。この被害に遭った男性はこういった形の手口にやはりいろいろ注意喚起はいっぱいあると思うんですけど、ね、騙されてしまったんでしょうか。はい、まあ、いろんな情報がいろんな詐欺に被害遭われた方の特徴を聞いて自分は大丈夫と思っているんですけども、いざやはり自分の身に関わってくると、まあ、このメールが届いた時に、まあ、おかしいと思ったと思うんですけども、家族や周りの方には相談せず、かつ男性はまあ自宅に直接料金の取り立てが来ると家族の迷惑がかかってしまうと考えて、それをまあ安易に避けようとしていることで、ギフト券を購入してしまったんですね。まあ、その他にもですね、まあ、過去にも説明させていただきましたけれども、70代女性が電話で以前に投資で被害に遭ったお金が取り戻せるなどと話を持ちかけれて、数回にわたってレターパックや小包で現金を郵送して、総額1500万円ですね、それにあった被害、さらには50代女性、電話でロト6の2等に当選する会員にならないか、当選番号を事前に教えますなどと話を持ちかけれ、これも安易に数回にわたって現金を振り込んで総額790万円、そしてさらにまた同じく70代女性、電話で外国紙幣を購入すれば日本円と交換した際に利益が出ると話を持ちかけられて、数回にわたって現金を振り込み約5000万円相当の被害のあった事例もあります。すべて金額がなかなか大きいですね。びっくりしますよね、聞いただけでも。お家が買えたり、はい、車が買えたり、そうですね、もしかしたらこう世界一周の船にも乗れたかねぐらいの金額ですよ ね。欲を出してしまった結果がこういう被害になってしまうというところですね。こういった詐欺が今あるんだよっていうのをやっぱりもう心に留めておいてほしいですね。相当です。はい、こうやってもう私たちがやっぱり注意するべきことっていうのは何かありますか？はい、まあ、もう基本的なことなんですね。まず自分だけは大丈夫という、単に意識を持ってはいけません。まあ、不審な電話、不審な請求には絶対に慌てて対応することなく、まず相手の言ってること、またはメールや手紙の内容が本当なのか確認すること、それとまず一番大事なのはやはり周りの方や警察に相談していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、いや、私だけは大丈夫、自分だけは大丈夫、そうですね。実際自分たちもそう思ってるわけですから。そうですね、気をつけないと。はい。はい、やっぱり最近いろいろな本当に詐欺がありますもんね。はい、その中でも結構あるのが今架空請求詐欺ではあると思うんですけど、手口がどん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 巧妙に載っているっていうのを日々報道で聞くんですが、はい、やっぱり報道の方でもあんまり手口を
きちんと説明しすぎるとまだそれはいけないっていうことで悪用されてしまうところあると思うんですけどね、はい、というところでこうあのぼやかしながらとかっていうふうに報道がされてると思うんですけど、うん、こういった似たようなのがあるんだなっていうのをどっかも記憶の隅に褒めてあのやって置いていただければいいと思います。防犯意識高めていただきたいですね。そうです、はい、うーん、いやー、特殊詐欺についてその他にもございますか。そうですね、まあ、最近では、まあ、報道はなくなってきたんですけど、まあ、ロマンス詐欺というのも聞き慣れない、詐欺事件が発生したのは聞き覚えがあると思います。まあ、内容としては、はい、インターネット上の交流サイトですね、そこで見知らぬ外国人、いわゆるまあ詐欺師ですね、うん、からの、はい、いわゆる友達申請で親しくなって数週間で恋人や結婚相手になったかのように振る舞い、さまざまなストーリーで金銭を要求してきます。まあ、手口の概要として、いわゆる Facebook や SNS などでソーシャルメディアやデートサイト、語学交流サイトなどを通じて知り合った後、メッセンジャーやメール、スカイプや電話などを使って交流を深めて、いわゆるまあ女性がハートに響くようなロマンチックな甘い言葉を連発してですね、あたかも恋愛しているかのような気分にさせて婚姻結婚を約束する場合もあります。まあ、男女間の信頼関係を構築した上で大きな仕事が入った、または病気になったなど身辺状況が変わる出来事や事故が発生したことを切り出して、さまざまな理由をつけて金銭を一時的に取り立てて、取り替えてほしいという状況を作り、相手をまず信頼させます。そして偽造の契約書やパスポートなどを見せることもあります。そしてまあ近々日本に会いに行くことを匂わせて、会った時に全額返金すると約束して、当然のごとく来日はしません。まあ、金銭を騙し取った後は当然のごとくそのまま連絡がなくなる場合もあれば、仲間の詐欺師が友人や弁護士を装って登場してきて、君の恋人がトラブルに巻き込まれたと、恋人を救うために、さらに一時的に金銭が必要だと騙してさらに金銭を送金させる場合もあります。まあ、送金してしまった場合、現状では事後に金銭を取り戻せる対策はほとんどありませんので、だからこそですね、事前にまあ詐欺に遭わないためにも必要な知識を身につけていただきたいと思います。男性の甘い言葉に十分に調子していただきたいと思います。はい、いや、インターネットっていうこう世界とつながるツールができたからこそ起こってくる詐欺かもしれないんですけど、この状況を利用してもしかすると相手は外国人、その写真を使ってるだけで、そうですね、皆さん方もよく分かると思うんですけどね、会ってないから本当に何人かどうかっていうの分からないわけですよ。もしかすると本当に日本人の詐欺グループの皆さんがやってたりするかもしれないですね。写真は簡単に加工できますのでね、もうどれぐらいイケメンでもどれぐらい可愛い服を加工することも可能ですので、はい、そういった手口があるんだよっていうのをこうしっかり、まあね、はい、止めておきたいと思います、はい、私もやっぱり一番気をつけることは自分自身もこういったいろんな知識をつけて防犯知識を身につけることが大事なんですね。はい、やっぱこうやっていろいろな知識を入れて、犯罪から自分自身の身を守るっていうのはとても必要なことになってくると思います。はい、ということで、本日はですね、石川警察署地域課の方、あさとさんに、地域課金交換署長のあさとさんに、はい、飲酒運転防止、飲酒運転防止について、そして特殊詐欺についてお話ししていただきました。はい、本日はありがとうございました。